いつもご視聴ありがとうございます。この番組は2000年から現在にかけて行われた全日本プロレスの過去の名勝負をお届けしていく番組になっております。今週お届けする試合は2003年7月19日日本武道館で行われた全日本プロレス対ゼロワンの対抗戦、河原俊明、小島聡組対小川直也、藤井勝久組の一戦です。はい、来る2月23日、全日本プロレス後楽園大会において、諏訪間選手対佐藤光平選手の三冠ヘビー級選手権が行われるということで、今回は、全日本プロレスとゼロワンの、歴史を振り返っていこうかなと思います。全日本プロレスにはですね、2003年、橋本真也選手が三冠ヘビー級チャンピオンであった時代がありました。まず橋本真也選手、1984年新日本プロレスに入門し、その年デビューすることになります。そしてこの今回出場する小川直也選手といえば、日本柔道界の重量級を引っ張る存在としてバルセロナオリンピックに出場し銀メダルを獲得した選手です。後にはですね、プライドで暴走王だったりとか総合格闘技のリングにも上がっていることは皆さんよくご存知かと思います。そんな小川直也選手、1997年に初めて橋本真也選手とプロレスのリングで試合することになりました。この対戦では小川直也選手が勝利しております。そして2000年4月、橋本真也選手は負けたら引退というふうに公約を打って行われたこの試合で、橋本選手がまさかの敗北ということになってしまいました。橋本真也選手はこれを、この試合の結果を受けて新日本プロレスに辞表を提出しました。そしてこの受理されてからの動きとしてゼロワンが立ち上がるわけです。2001年に立ち上げられたゼロワンのリング、当初のメンバーは橋本真也選手、大谷慎二郎選手などが揃っておりました。そしてこの後ですね、小川直也選手と電撃的にタッグを組むことになります。当時ノアの社長であった三沢光晴選手との対戦を熱望していた小川直也選手が、どうにかその対戦にこぎつくために組んだ相手が橋本真也だったという風になっております。その後はですね、抜群の知名度とその圧倒的な実力を兼ね備えた OH4 という愛称で親しまれておりました。はい、そしてその頃、橋本真也選手がですね、全日本プロレスのマットにおいて、グレート武藤選手を破り三冠ヘビー級チャンピオンになります。この頃からですね、全日本プロレスとゼロワンの放送がどんどんこう過激化していくという形になっていきます。2003年5月タッグマッチに出場した武藤小島組対橋本小川組の試合において、小島選手の張り手に切れた小川選手がもう試合そっちのけ、小島選手をめった打ちしているところに川田選手が救出に入りました。さあそこで、時の王者であった橋本真也に挑戦するために、このような前哨戦が組まれました。武藤圭司、川田俊明組対橋本真也、小川直也組というこのタッグマッチが行われたんですが、次期挑戦者に川田俊明選手の、ジャンプジャンピングハイキックを橋本真也選手がチョップでこう受けた、この受けたことによって右肩を脱臼するという大怪我を負ってしまうことになります。これによってですね、川田俊明選手が挑戦するはずであったこの試合も流れてしまって、この三冠ヘビー級王座も空位になってしまうんですね。今回紹介する試合はその代理として行われた試合になります。なので本当はこの試合で川田俊明選手は橋本真也に挑戦するはずだった。今回はその橋本真也も欠場ということで、小川選手はですね、橋本選手の代わりに、藤井勝久という選手をタッグパートナーに加えました。藤井選手も元総合格闘家の選手ですね。さあというわけで、柔道でも実績を上げ、さらに後のプライドでも暴走王として知られる小川直也選手、切れたら手がつかない小川選手に対して、全日本プロレスの看板である川田俊明選手がどのように対抗していくのか、2人のバチバチのファイト、そして試合後のマイクパフォーマンスにもぜひご注目いただければなと思います。川田と小川、全てはこの日から始まった。いいんです、しましょう。もう世紀の一戦と言われた OH 5対武藤小島組、予期せぬ展開を迎える。小島の一撃でぶち切れた小川は暴走。ストレート、足だ、小川暴走だ、相手だ、アウトしてもらえない。ノンボールでした。内側、そこへ川田が現れ、小島を殴り続ける小川を一蹴。川田と小川の発想具はあまりにも劇的なものとなった。誰だ今やろう、選手です。出てこい、俺らぶっ殺せ、俺ら。
そしてこの2人の刺激的初対決がゼロワンのリングで行われた。全日本にとって武藤川田尻という最強コンビでの参戦に負けは許されなかった。入場のシーンを見たらね、ちょっとね、橋本選手ね、かなりきついと思いますよ。当然戦えるような状況ではない。小田は注意しろ。さあ、このパンチ、さあ、このパンチ、そう回した、そう回した。完全に小田が大きな状態になっている。ここで予期せぬ出来事が起こってしまう。川田の遠征蹴りを小さぎりチョップで打ち落とした橋本。これにより川田は右足を痛めたが、直後に橋本も右肩を押さえた。後にこれが右肩脱臼全治6ヶ月と判明し、三冠戦が絶望的となる。試合は武藤がスリーパーで小川に抑えられる中、橋本の膝十字に苦しむ川田を見かねた淵が団長の思いでタオルを投入した。結果的には勝利ですけども、はい、この代償はあまりにも。全日本プロレス完敗となった。この日、三冠戦の開催が危ぶまれる中、武藤対川田、三冠挑戦者決定戦が予定通り行われた。武藤の足音の字に苦しめられた川田だったが、最後は渾身のパワーボムで武藤に勝利した。試合後、武藤が川田に握手を求めた。全日本の顔として日本武道館を託された川田。その後、今の状態の橋本との対戦を拒否、橋本に男気を感じている奴が出てくるべきと語った。そう、それは小川直也のことだった。デンジャラス系 VS 暴走王、再び川田俊明、小島聡 VS 小川直也、藤井勝久。小川直也組の優勝です。2003年7月19日、場所は東京九段下日本武道館。全日本プロレス2003年サマーアクションシリーズ最終戦、いよいよメインイベントです。当初はこのメインイベントで三冠王者ゼロワン橋本真也と 7.13 大阪の死闘を制した川田俊明が三冠をかけて激突する予定でした。しかし突然に襲った橋本真也の怪我、レスラー生命をも奪いかねない重傷を負ってしまった三冠王者破壊王。それに対してこの暴走を小川直也が奈良の土佐がかかりみんな名を挙げました。公約通り大市祭り優勝、この藤井勝久と共に見事に優勝した小川直也、ついに王道のマットに足を踏み入れました。聖なる戦い、ホーリーウォーが始まりを起こしております。先頭小島さと、その後ろ川田俊也、全日本プロレスの全てを背負い、川田俊明が小川直也の待つリングへ。ファンの悲鳴にも似た声援を背に受けながら、小島聡と川田俊明、小川直也、藤井勝久と対峙します。UFO
暴走小川直也、全日本を消してしまうのか。さあ小川直也に溜まったものを全て吐き出せ小島さとし。対抗戦ならこの男、デンジャラス系川田俊明。この運命の一戦を裁くは和田恭平レフリー。この投げ込まれた紙テープの量でもこの一戦にかけられたファンの思いというものが感じられます。さあいよいよメインイベント、私のお隣にはプロレス記者歴43年、菊池隆さんに解説をお願いしております。そして菊池さんのお隣には全日本プロレス淵正信選手にゲスト解説としてお越しいただいております。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよやってまいりました、この運命の一戦。まずは先発は、あっと藤井のこの気持ちがまさに瞬間的に爆発した。今コングメインイベント、スペシャルタッグマッチ60分一本勝負、 UFO 藤井克久小川直也組対全日本プロレス小島さとし川田俊明の一戦です。さあいきなり藤井がアキレス腱固め、小島が悲鳴を上げております。さあ今いきなり小島を追い詰めている UFO 藤井克久、身長183センチ、体重98キロ、1972年8月15日広島県生まれの30歳。アマレスシュートで実績を作り、あのパンクラスにも参戦、2001年9月の初代ヘビー級王座決定トーナメントに準優勝しております。2002年11月 UFO に入団、小川のパートナーとして01に参戦してまいりました。今回橋本真也の負傷欠場により急遽小川のパートナーとして OH 祭りにエントリー。攻め込まれるシーンも多かったが、なんとか小川直也とのタッグで OH 祭り優勝を飾りました。いや菊池さん、はい、藤井のいきなりの攻撃、そうですよ、よく分かりますよ。今まで藤井の名前誰も挙げなかったんですよ、無視されてましたからね、どうしようかなって気持ち十分分かります。さあ小川直也です。小島さとしにまずは挨拶代わりの膝蹴り、おっと、ああ出し惜しみしません。川田の表情ご覧になれますでしょうか。ああ武道館が揺れている、ものすごい川田コール。さあまずはタックルに入る、おっとうまい、バックに回る、バックに回る、上になっていく。この川田俊明も高校時代はアマレスの猛者、選手。いやちょっと今動きでもちょっと膝元心配してね、腹出しますね。菊選手はそれだけが心配。いやそれだけが心配じゃないですけど、やっぱりあの、ね、まだ膝が完全調子じゃないからね、どこで引けるかということもありますよ。まずましてや小川も動きがいいですからね、まあ、試合前の状況ではとりあえず心配はないということだったでしょうかね、川田選手の膝は。まあそれはあの本人はそういうふうに言いますよ、もうこの前になったらね、でも何かひねるような動きが加わってしまった時には分からないというやつですね。そうですね、まあ、テーピングはしてますけどね、はい、それにしてもこの2人がリングに上がってあるこのスルジュークですね、危険なようなそうですね、こうやってね、あの前線試合のモハメドアリにちょっと似てる ね、 あ似てますね、顔の体型も、まあ、ジェスチャーも対戦相手に対して挑発を続けてきたあのモハメッド・アリー、カシアス・クレイのあの全盛期を思い起こさせる。そう睨み合っている、睨み合っている、メンチの切り合いだ。
悔しいだろうね、やられっぱなしでこうやって小島にタッチされますからね。まあでも相手をじらすというのは上等手段ですからね、鈴木さん、はい、特に小川のような高層度という異名を取っている男ならばカリカリさせて冷静さを失わせればチャンスはあるという、はい、ブレインバスターの体勢、これは小川直弥が必死の競争で拒否していきます。あ、危ないな、パンチだ、脇腹にパンチ、そしてローキック。これこの間ね、聞いたんですけどね、はい、両腕でやった時に聞いたんですけどね、はい、小川の蹴りは結構効くらしいですね。シャープですよね、小川選手の蹴りは。本当にもう無知のような蹴りって よく言いますけどね、はい、後ろ姿見てこの足の先端綺麗だもん。そうですね、まあ、あの破壊王橋本真也の蹴りはまさにその名の通り破壊力抜群の蹴りではありますけども、小川直弥の蹴りは切れ味鋭いという表現がねふさわしいですね。さあ藤井です。いきなりマウントを取ってパンチを打ち込む、そして腕十字。うれさあグリップを外そうと、今グリップが外れた。しかし小島は冷静にロープエスケープ。まあ、これはタイトルマッチでも何でもないんですけどね、はい、やっぱこの試合負けるわけいかないですよね。さあエルボー。さあそしてサソリ固めの体勢、これは嫌がる藤井、ステップオーバーを拒否していきます。まあ、やはりね菊池さん、はい、この藤井選手はまだプロレスのリングというものにね不慣れですからね、はいはい、でも本人が一番悔しい気持ちで今日この試合やってると思うんですよね。なるほど、その気持ちはよくわかるんですよ、はい、まあ言ってみればこの藤井以外の3選手全員スター選手、はいはい、その中で大抜擢という形でこのリングに上がったわけですから、でも相手のレスラーにも不安に今まで無視され続けてるから、わーっと川田が怒る。さあそして拷問式の逆エビ、これは藤井にとって試練。さあ小川も思わず声を上げています。でも菊選手、はい、このやはりこの藤井選手が狙われるということはこの小川組も100も承知だったでしょうね。そうでしょうね、でもこの藤井という選手僕初めて見るんですけどね、はい、よくやってますよね。そう、川田がここまでやるってことは相手を攻めてるってことね。僕もそう思いますよ、体もいい体してますしね、はい、ただもう張り切ってガンガンやってるからその分スタミナなくなるのが早いかもしれないですけどね。でも今印象的だったのが藤井のピンチに対して小川選手が安易にカットに入らないところも何か印象的だったんですけども。そうです ね、やはりこの本格的にシリーズ参戦したこの大和市祭りという調べで、はい、藤井選手もかなり鍛え上げられたということになるんでしょうか。いやそれは絶対にそうだと思いますよ、はい、あのプレデターケビン・ランデルマン組と決勝争って最後小川に勝利を呼び込んだのはもちろん藤井の頑張りもあるでしょうからね、菊池さん、はい、それにデブコンビともやってるわけでしょ、ガファリブラザーズともやってます、ね、はい、勝ってるんですよね、それ勝ってどうしてもこの藤井が攻め込まれるシーンというのは多かったんですけども、いい形でなんとか小川につなぐことができているというのはタッグチームにおいて重要ですね。それだけ耐えてきたということですよね、はい、しかし今日の相手は小川に対して怒りの炎を燃やしているこの川田俊明と小島さとしです。あーフロントネックロック、あー一回転してがっちりと決めていく。これでスタミナなくなるんですよ、きついんですよ。しかしニアロープだったのが功を奏しました。いや藤井がいたぶられております。タッグマッチのお手本のような形で自分コーナーで優勢に試合を進める小島さとし、そして川田俊明のタッグチーム。あーっと、これはおそらく小島は行っちゃうぞバカ野郎エルボーを狙ったのでしょうか、はい、対角線に走るスタミナももう残ってないということなんでしょうか。足が落ちるとかしてね、しかし小川はコーナーから動かず、この藤井の絶体絶命のピンチに対してもそこまで藤井を信頼してるか、あーっと、あー
ましたね。今のは上手かったな、ね、でも藤井がこのピンチにいながらもとにかくやり返そうという気持ちを前に見せています。いやー菊池さんガッツありますね。今ね小島がちょっとコントロール打ったんで、ちょっと意識をおかしくなってもらうから、はい、ちょっとこれダメじゃうな、でも藤井もこのダメージなら小川にタッチしてもいいのですが、はいはい、なんとか自分でこのダメージを、そしてスープレックスになります。危ないな、ちょっと小島の意識が、あ、これちょっと危ないですよ、さあグイッと持ち上げて、おーっと巴投げです。ここは日本武道館ですからね、元は柔道だよね。まるで小島がダミー人形のように投げ飛ばされております。危ない、あーバックドロップ、徹底的に後頭部を狙い撃ち、逆十字、あ危ないな、あしかし何とかグリップを掴んでいく、あ後頭部に一発入れました。いや福士選手、今小島選手の意識完全に飛んでたら危なかったですね。なんとか、いやちょっとまだ、いやいやまだダメージありますね、これね、タッチした方がいいですね。腕十字に入るときに腕に力がこもっていたので、あ川田、川田勝った、和田と英雄リード、精神を振り切って、あしかしカウンターの STO、 小川直也にはこれがある。そして三角締めだ。さあしかしこの小島が終わってしまうのか、さあ鎌田も、鎌田も大の字達成に入れるか、これで終わってしまうのか全日本。ああ首つけた、いや絶対絶命のピンチ、これはすぐタッチだな、タッチだな、すぐタッチしなければいけませんが、川田でも足大丈夫かな、あっと小川あくまでも三角締めにこだわる。川田選手も今のストッピングでちょっと膝にダメージがあったのか、そうだね、誰だろうね、いやロープロープロープペースです。小川がカバーと急にその状況が一変しましたね、はい、さあそして払い腰、今度はまた三角だ、徹底して三角締め、あくまでもこの小島を落としたいのか、さあ川田が入ってまいりました、ゆっくりとゆっくりと入ってまいりました、
これは超カウントしてますね、レフェリーが。まだこのレフェリーが試合権利だ。あ、伸びてるな。試合権利のある藤井が今場外で、ああここでダメだ。ドロップ寄せ。カウントアウト、カウントアウト。あ、伸びちゃってるな。試合権利があるのは藤井勝久の方。でも、福さん、はい、これは事実上のノックアウトと言ってもいいですね。そうですね、伸びてましたね。はい、あれだ、ドクター来てますね、ドクター来てますね。いや、菊池さん、伸びてますね。転落したことで伸びたんじゃなくて、こちらのライアンティーで伸びてた。いや、その前にカードも、あれを重ねてますね。相手食ってるし、はい、あれだけの大技を、あ、川田と小川がもう下がりがつきません。もうセコンドも入り間違えて、もう全選手ですね。はい、いや、壮絶なる乱闘。誰の話を前でも難しい。ちょっと収集がつきませんね。あっと、でも意識を取り戻した藤井が川田に殴りかかってますよ。はいはい、いいことしてますね。さあ、本間と佐藤浩平もやり合っております。とりあえず小川と川田は引き離されました。試合結果は14分58秒、藤井がリングアウトによって敗北いたしました。しかし実質上、川田と小島の攻撃により藤井勝久がノックアウトと言ってもいいでしょう。もう小川直也は試合などそっちのけで放送しておりました。しかし選手さん、川田選手のここまでの表情を見るのは久しぶりなんじゃないですか。あーっと、また始まってしまいました。スタンドもはやリング上の方に厳しい視線を浮かべております。いや、菊さん、はい、川田選手があそこまでの表情を浮かべて相手に対して攻撃していくというのは、思いっきりクーパイチの攻めて出したって初めて。さあ、まあ、さあリング上は収拾がつきません。あと大谷慎二郎思います。いつの間にか大谷慎二郎が、こんな勝ち方で嬉しいわ、ほら。いや、もう言葉じゃありません。とにかく一発でも多く、そして1分でも長く、このニック・キ相手に攻撃を加えたい、このような気持ちしか今の小川と川田の間にはないのでしょうか。いや、もう田中と大谷がエンブレムも加わって収拾のつかない状態。そして川田俊明、いや、僕はもう完璧なね処理だと思いますよ。うん、そうですね。はい、まあ、ましてやこの藤井勝久と小川直也は大市祭りの優勝チームですからね。うん、乱闘によるリングじゃなくてノックアウトしてのリングアウトだよね。はい、おい川田、おめえのことなんででもやってるよ。おめえをぶっ飛ばすな。さあ、何度でもやってやると、そう宣言しました。しかし川田がマイクを持ちます。さあ、しかし、そしてまた別のところで乱闘が続いております。いや、止める止めるわ。さあ、川田がマイクを持っております。川田選手がマイクを持って小川の呼びかけに対してどう答えるのか。何度でもやってやる。お前、やっと名前覚えてくれたらしいじゃないか。川田らしい。これから忘れるなよ。忘れたくても決して忘れることはできないでしょう。今日小川直也は確実に川田俊明の川田俊明の悪夢に苛まれることでしょう。しかし全日
誘引が下がった今日7月19日日本武道館、川田利明の対抗戦の強さというものをまたまた見せつけられました。今日はやられたけどよ、あ、この金きっちり返すよ、肌は済ませないよ、なめんじゃねえぞ。絶対ぶっ殺したかな、あいつら。さあ小島さあ、カード立ち上げ取られたね、完全に取られたね、うん、取られた、今日は、うん、今日は参りました、カード立ち上げに。小川直也に参ってないよ、藤井なんとかっていう人も参ってないよ、別に、うん、さすが川田だよ、うん、川田利明には参ったよ、うん、ただずっとやられてたけど、うん、あのやられてる小島さとしっていうのはプロレスラーの小島さとしです。他の何にも変えられないプロレスラーとしての受け身を持ったプロレスラーとしての小島さとし、うん、それをお見せしました。全然負け惜しみでも何でもない、うん、あれが俺のプロレスだから、うん、やられてやられてやられて這い上がって、うん、そういうプロレスずっとやってきたんだ。これからもそうやってやっていきたいと思います。ありがとうございました。川田利明に負けないように頑張ります。いや、解散はしないでしょ。そんな簡単に解散するんだったらね、あの社長になってほしくなかったし俺はね。そこを踏ん張るのが社長だろうし、まあ、小川選手とか藤井選手とかいう俺にしてみればいい選手をなんかほっとくのはもったいないよね。まあやっと今日名前を覚えてもらったみたいだから、まあそれだけでも僕は嬉しいです。ありがとうございました。俺も知らないんだけど、どうぞ好きに肉なり焼くなりね、煮るなりどうぞって言ったんだけど、まだ、預かりっていう話で、まあ時間があるんであればあのしっかり直してから、あのそれは、ね、返上なんかでまた決めるよりきっと倒して取りたいでしょうから、あの僕はフリード選手じゃないんで、はい、私たちの、リングに来ていただける、僕がチャンピオンであるんだったらその権限はあると思います。全然さんの方ばっかり来る必要ないと思います。ゼロワンのリングでお待ち申し上げます。はい、ご覧いただきました通り、藤井勝久選手のリングアウト負けという決着になりました。もうね、そういうのももう関係なかったですね、もはやね。リング上ではもう3選手がもう入り乱れるような形で、なんかもうお互いが、そのなんだろう、もう試合の結果とか、うんぬんじゃなくて、もう目の前のお前に対して絶対負けたくないっていうようなこの気持ち、強い気持ちが感じられた試合だったかなと思います。あとね、その両団体のこのセコンドでこの2人をこう止めに入った若手選手たちの顔ぶれがね、すごい豪華ですね。もう今もね、全日本プロレスで試合されている蔡良二選手だったりとか、太一選手、そしてあの金村金太郎選手とかね、本当に今もバリバリで試合されている選手たちの往年のこの若い姿、これもね、すごい貴重な映像だったかなと思います。はい、そして来週この続きの試合をお届けいたします。全治6ヶ月の怪我を負い、そこから這い上がって戻ってきました橋本真也選手、2004年2月22日日本武道館において行われた三冠ヘビー級選手権試合、川田利明選手対橋本真也選手の試合をお届けいたします。まあ、続きといってもね、小川直也選手ではないんですけども、あの橋本真也選手がですね、怪我を乗り越え、当時挑戦者であった川田利明選手がチャンピオンになり、今度は逆に橋本真也選手を王者として迎え撃つ立場となりました、というわけでこの7ヶ月越しの三冠ヘビー級選手権試合、このプロレス界の超スーパースター2人によるこのタイトルマッチ、ぜひお楽しみにしていただければなと思います。今週はここまでです。それではまた次週お会いしましょう。さよなら。